ミヒャエル・スキッペは、ドイツ出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。選手としての実績は乏しく、1983年から1987年まで、シャルケレイオンに所属し15試合出場して2得点。将来を有望視されたタレントであったのにもかかわらず、膝の重傷により、若くして、引退を余儀なくされた。引退後は、シャルケレイオンや、ボルシアドルトムントで、 ユース部門のコーチ、監督、育成部門責任者、セカンドチームの監督として、実績を積んだ後、1998から99シーズンに、ボルシアドルトムントの監督に就任。まずまずの結果を残すものの、2000年2月に解任される。しかし業界内での評価は、非常に高く、同年夏、ルディフェラーのドイツ代表監督就任に伴って、 ヘッドコーチとしてドイツ代表入り。主にチーム戦術の決定や戦術トレーニングを担当する。2002日、ンワールドカップやユーロ2004に参加している。2004年6月にフェラー監督と共に代表チームのコーチを辞任すると、その後はドイツ U-18 代表監督などを務めた。また、育成部門の責任者として、 数多くの改革を実施している。2005年10月、フェラー監督の後を受けて、バイエル・レバー,クーゼンの監督に就任。2005から06、2006から07シーズンとに、シーズン連続で5位でシーズンを終え、UEFA カップ出場計を獲得した。2008から09シーズンから、トルコのガラタサライ SK の監督に就任したが、2009年2月に、解任された。 2009年夏、アイントラハとフランクフルドの監督に就任した。2011年3月、成績不振を理由に解任された筑波大学。2011年7月からは、トルコのエスキシセヒールスポールを率いていたが、同年12月21日、マルクス・バッペルの公認として、ヘルタ・ベルリンの監督に就任することが発表された。 しかし就任後も試合で一勝も上げることができできず2012年2月12日に就任からわずか43日で解任されたれた。2013年6月15日、スイスのグラスホッパークラブチューリッヒの監督に就任することが発表された。ありがとうございます。